こんにちは、くみぶんじチャンネルです。イエイ、あたしです。はい、今回は待って、はい、今回はね、前の別の動画で10万人行ったのでくじをしたんですよ。それでしのが1万円を出たので今日はタイザラスに来ました。イエーイ。では買いにゴー。私すごいでしょ。あは。ね、これ欲しい。いや、一応欲しい。できました。はい、ではね、それぞれを見せていきます。じゃあまずさやからね。はい、よさや。それでは私から何を買ったのかをご報告したいと思います。はい、私はくじで5000円を引いたので、5000円何を買おうかなって迷ったんですけど、迷ってバッグとか洋服とかいろんなあの文房具とかにしようと思ったんですけど、結局さやはね、自分の好きな本にしました。で、これは銭天堂っていう本なんですけど、学校の図書室で借りたことがあるんですけど、8から12までが読んだことがなかったので買いました。もう好きだね、やっぱり。そう、本好きなの。これは駄菓子屋のお話なんですけど、すごい面白いのでさやがおすすめする本です。なんかカツラが面白いよ。カツラ、これカツラじゃないの。え、なに、お面。お面じゃない、え、これそのままの、この人の髪。今しのちゃんが言ったのこれですね。この白い髪がカツラと間違えています。これカツラじゃないよ、白髪。白い髪で白髪。でも抜いたらいいじゃん。抜かないな。で、この一冊、銭天堂の本一冊が、一冊の値段が900円なんですよ。普通の本の値段って600円とかそのくらいなんですけど、これは900円でね、ママにあんまり買ってもらわないので、この5000円の機会にこの銭天堂の本を5冊買ってもらいました。これ1冊が900円で、それを5冊買ったので4500円になって、あと500円余っているので、その500円はなんか文房具を買ったり、なんか余ったものでちょっとお菓子を買ったりしたいなっていうのを考えています。はい、皆さん、銭天堂って読んだことありますか？すごいなんか面白いお菓子で、普通の駄菓子とは違う、なんか不思議なお菓子みたいな感じで、すごいストーリーが面白いので、ぜひ皆さん読んでみてください。ということで、私の5000円の使い道はまずは本でした。本当に本好きだよね。そう、本がすごい好きなんですよ。まあ私はまだ字が読めないけどね。字が読めるようになったら本ってすごい面白いよ。そのあと、いいとしと、もと、やと、まと、れと、た。た、まあ、その辺が読めるんだね。うん、じゃあこれからもコツコツ勉強していこうね。うん。では私が紹介します。しのちゃん、トイザラスで何買ったの？しのは1万円引いたから、結構あれ、普通の金だと、あれ、できないで買っちゃった。そう、買えないものもね、1万円だといっぱい買えるんだよね。いいな。じゃあいい？いいね。じゃあ1番いきますよ。せーの、じゃじゃん。これはリカちゃん、待って、しのがいない。これはリカちゃんですね。リカちゃんの水子の赤ちゃんを寝た時用にここに入れるんです。あ、靴もついてる。本当だ、かわいい。はい、こちらです。なんで欲しかったかというと、しのね、最近リカちゃんがね、あれ、なんかね、最近リカちゃんが欲しくなっちゃって、こういうのね、で、いつも、うん、で、いつもこういうのを見たら欲しくなっちゃってで、いわば欲しいと思って前ね、それでよし、頑張るぞ、10万人頑張るぞと思って、やっと
校まで来たんですよ。そしたらこれが買えるなんて夢みたい。本当に？でもね、1万円引いたからね、すごいやっぱいっぱい買えるよね、そういうものもね。では藤、はい、藤、藤、じゃじゃん、お、三つ子の赤ちゃんの一人買いました。これミクちゃんだね。うん、ミクちゃん。あと二人、ゲン君とカコちゃん。うん、カコちゃんいるんですけど、だけどね、ちょっとあれお金がね高く、あれちょっと何も買えなくなっちゃうと思って一人にしました。これ前から欲しかったんですね。なんかね、ひよこのフードみたいなのかぶってるね。うん、かわいい。帽子かな、帽子。そう、帽子だね。他の二人も買えばよかったじゃん。ちょっと迷っちゃったの。迷ったの。一人だけ買ったんだね、うん。それではトイザラスではもう一個買いました。では藤、藤、さあ何を買った。では次はこちらです。おお、ベビーカーです。おお、いいね。市のね、うん、あれ一個ね持ってたんだけどね、うん、あれ前の持ってたんだけど、だけどね、あったと思ってこれが欲しくなっちゃって、またね、うん、このベビーカーね買ったの。うん、だから買いました。トイザラスでは3つ買いました。はい、ではね、次は本屋、本屋でいいんだっけ、本屋さんなんですけど、しのはね、元気幼稚園でね、ジャックと豆の木をやるんです。おー、ジャックと豆の木、そのあれやつを、あれ先生がお家にあったら持ってきてって言われて、それでしのないから買ってこようと思って、ジャックと豆の木があったので買いました。買ったんだね。ではジャックの豆の木招待、じゃじゃん、ジャックと豆の木。おー、へー、こんな感じなんだ。そう、これいくらだったの。あ、352円ですね。はい、そしてこの本と、実はもう一個あります。何買ったの。じゃじゃじゃん、おー、シリアでまだ残ってたから買いました。はい、では開けます。じゃじゃん、プーさんのまな板です。はい、かわいいね。しのよくママのお手伝いをするときに、ママがこれ来てちょうだいって言うから、だからまな板を使うんです。そうだね、子供の包丁でこうやって切ってるもんね。こうやって見てて、これがあれやるじゃんね、でこれが包丁だった。そんなに切ってんの。終わったよ。じゃあこのお皿に乗ってね。つまみ食いしてんじゃん。1個つまみ食いしちゃった、ごめんね。何つまみ食いしてんの。え、ただ美味しそうだったから、ごめん。はい、というわけでね、私はプーさん好きなのでまな板を買いました。そして残りの金額、私は500円、シノは4500円くらいかな。今日買ったものは読んだりおもちゃを出したりすることができるので、買ってきてすぐ撮影しました。はい、引き続きこの動画をどうぞ。というわけで買ってきました。じゃあまず最後で紹介していくね。はい、最後残り500円で買ってきたものは、はい、こちらのクレアーズのネックレスです。これは中にね写真が入れられるってやつです。まあ最後写真を入れるよりも、この表面がすごいかっこかわいいなと思ったので買いました。なんかいつもは金属なんですけど、この黒いかっこいい紐になっていて、それもねいいなと思って買いました。じゃあちょっとつけてみます。ではさえちゃんが開けてる間に私も紹介します。では私は残り5000円だったんですが、ちょっと残っちゃったんですよ。あと500円くらいかな。それはママにお菓子でも買ってもらいます。まず1個目いきますよ。もう見えてるかも、半分見えてるかもしれないけど、いきますよ。せーの、じゃじゃーん、プーさんのお人形だね。私の好きだから、プーさん。これね、座れれるところもね、座らしたい時もね座れるしね、ゴロンしたい時もゴロンしてもね動かせるから、これをねいいなと思って買いました。はい、では藤、はい、つけてみました。もうねこれは早速さえのお気に入りとなりました。これからお出かけ行く時につけたいと思います。
あ、シロも行かないと。そうね、シロの紹介だね。はい、では次、じゃじゃん、トミカのミニーちゃんの車、多いです。こちらかぼちゃの馬車みたいのになってます。これね、ミッキーもあったんだけど、どっちにしようかなと思ったけど、やっぱり女の子って言えばミニーだからミニーにしました。あとね、これでね、蓋を開ければ小物入れになるんだって。すごいね、かわいい。大事にします。では次、もう一個買ってますよ。もう一個買ったの、じゃじゃじゃーん、ピンだね。うん、ピン、ヘアピン。はい、こちらヘアピンです。どうですか、かわいいね、キラキラ光ってる。キラ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 。はい、では次、はい、次、これが最後の一つ。最後はじゃん、ユニコーンだ、かわいいね。大好きだよ、うん。これはアルパカに角が生えてます。ユニパカだかな。これはなんと5個もついてる。そうだね、5個もついてる。これはね、あの人とあの人と開けたいんですよ。開けたいの。だから私買ったんです。今度あの方に会ったら出したいと思います。もらってくれるといいね。うん、これさえちゃんも入ってるから、うん、黄色あげる。 ありがとう、後でもらうね。うん、はい、ということで今日は最後5,000円、しのが1万円分買ってもらいました。もうこんなことはあれ買ってくれないので、あれ嬉しかったです。嬉しかったね、最後嬉しかった。5,000円は次を目指せば15万。そう、15万に頑張ろうね。皆さんもチャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた見てね。バイバーイ。